あ、ちょっと見てください。あの、ほら、バットでボコボコにしてますけど、あの車。え？あの人。おーい！都合だけんさ！さっきの犯人のヘリってこと？大丈夫か？これが大丈夫に見えるかってね。おー、都合だぞ、じゃないか、おい！おー。こんばんは。なんだっけ？こんばんは。キャスターのマクドナルドです。マクドナルド、それだ。はい。どうですか、今日の事件の。いやー、もう余裕ですよ。余裕ですか。制圧完了しました。制圧完了。もう下行けていいですか、これ、はい、僕ら上にいるこのツボーラー2つ目、あと、ね、あのよくわかんないるからさ、あれ警察犬なんですけど、最近導入された、はいはいはい、はい、その3人でもうボコボコにしちゃいました、日本兵士を。ボコボコに。あ、余裕でしたよ。これもやはりツボーラーさんの指揮のもとということですか。あー、もちろんです。なるほど、やっぱりあなたね、この間大敗を喫して次は絶対負けないぞとおっしゃってましたから、はい、あ、まあ、そうですね、今回もケチョンケチョンにしたということですか。あ、そうですよ、ケチョンケチョンですよ。はい、現場からはケチョンケチョンにしたということで以上です。はい、ありがとうございました。あ、いやいや、引き続き応援しておりますので。あ、ありがとうございます。まあ、終わったんで引き続き目標もないですけど。いやいや、これからのあなたの活躍ですよ。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。大丈夫か、おい。おい、爆発音がすごいが大丈夫か。これてめえ何、お前、つぼるさん、つぼるさん、事件を解決してないのか。今爆発音がしたから。新しいやつですね。新しいやつですよ、これ。新しいやつ、新しい事件です。チキショーやられたぜ。困ったな。ちょっと、それではつぼるさん、はい、今新たな事件に対してどういった意気込みで向かわれてる感じになりましたか。あ、そうですね、うん、ちょっとイヌルリ行ってやれ。これも体験の仕事だ。はい、離れ。はい、イヌルリさん、今回の事件についてどう思われますか。何の事件？先ほどですね、坪浦さんが解決された事件の後に今起きている事件です。なるほど、頑張ってください。はい、頑張ってくださいということで、新人にね、頑張ってくださいと言われている坪浦さんですが、あんたが言われたんだよ、頑張れって。あ、いや、坪浦さんですよ、これは。イヌルリどっちに言ったの、頑張ってくださいは。どうハクさん、これ一歩取られましたね。かわいいでしょ、うん、この体験の子。あなた、警察、どの辺が魅力的だと思いますか。新人の警官の、まあ、密着も、私、おお、いた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 、おお、いた、はい、こういったことですか。午後21時9分、なんだこれ、何罪だ。なんだ、この人の罪、罪。おお、おお、やばいもの持ってます、この人。やばいもの、おお、なんだなんだ。私はマジ、手錠持ってます、手錠。いや、マジシャンの手、マジシャンの芸の。ギャングボスだしね、ギャングボスだし。おお、ちょっとマジシャンの手錠だから、ちょっと返してくれ。知らなかった。悪用しないから。知らないです、僕は。とりあえず離れなさいよ、あんたも。今頃事件が何か起きるんですか。起きないですよ、起きてる。あ、起きてます。起きてる。あ、もちろん起きてますよ。なるほど。今日今現在事件が進行しているということで、この事件も坪浦さんがまあ解決されるということでよろしいでしょうか。ああ、しますします、もちろん。わかりました。はい、はい、現場から、はい、もうすごい勢い、まあ意気込みを言ってくれた坪浦さんです。はい、お前ら悪いことすんなよ、頑張れみんな。はい、はい、悪いことは絶対しちゃダメですよ。現場からは以上です。ありがとうございました。つぼるさん、皆さん、子供たちみんな応援してますから、あなたのこと。ああ、もちろんです。はい、頑張ってね。おーい、こんにちは、大丈夫ですか。おーい、おーい、聞こえるか。聞こえますよ、大丈夫か。危ないぞ。はい、大丈夫ですよ。しょうがない、これ行っちゃう。おお、来ました。現場をね、したら大丈夫そうですが。おい、ダメですよ、こんなところにいたら。いや、千代田さんが入ってもいいよって言ってましたよ。それ嘘ですよ。本当だ、本当だ、ちょっと聞きに行きましょう。ダメダメ、ここダメ。聞きに行きましょう。
一緒に帰りましょうよ。わかりました。あれ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 ちょっと人質交換してもらえますかこれ。どういうことこれ。これどういうことですか。これどういうこと。はじめまして、イノルリです。どうも、春風バロンって言います。はじめまして、マクドナルドと申します。これどういうこと。あ、ちょっと見てください、ほら、バットでボコボコにしてますけど、車。え、あの人。おーい、ツボーラケジだ。ちょっと、ツボーラケジの、ちょっと、イノルリさん、ちょっと話して。今、あれ、カメラ撮らないとダメだ。特殊警察の皆さん、これどういうことですか。ちょっと早く、ほどいて。おー、ちょ、今、ほどいて、ほどいて、ほどいて、これ、早く、俺たちに抵抗しちゃない。早く、おい、ツボーラさん、今今私の車。ちょっとこいつを回収しに来たんだ、このマクドナルドとかいうやつを。悪いな、ちょっと邪魔するぜ。ちょっと待ってください。今車の状況。あ、もちろん。あ、これは初と帰れよ、おめえは。すごいのさ、今私の車に行って何をしてたんですか。ぶっ壊したんだよ、二度かこっち来れねえようによ。ちょっと待ってください。あなた、これ先ほど直したばかりの車なんですが。あ、もう一回直せばいいじゃないか。よかったな。もう一回な。なるほど。これはやっぱ事件のためには必要な行為だということでしょうか。ああ、もちろんもちろん。なるほど、わかりました。え、あ、帰ってくれないと俺このバットで次はお前の脳天を勝ち割るぞ。とんでもない発言をさっきから。え、繰り広げてるのは坪浦刑事です。はい。刑事は帰れるかもしんねえけどよ。え、脳みそを変えられないと。取り替えれねえよ。取り替えれない。はい。とんでもない、そう、暴言を、そう、名言のごとく言っております、坪浦刑事です。今後の活躍が期待できます。皆さん、現場からは以上です。ぶん殴るから。怖いな。はい、わかりました。はい、もう本当にないです。はい、失礼します。で、アタック禁止もつけんの。ん、赤木。ん、赤木。どういうことだ。赤木さん、どういうことですか。伝達が伝わってないのかもしれない。警察の伝達が今伝わってない。おお、おめえは一旦離れてくれ。あ、わかりました。はい、すいません。人質の解放条件が。はい、あ、スポール刑事、事件に向かってください。いや、ちょっと別の事件が起きてるから。わかりました。一旦人目のつかないところ行くよ。あ、すいません、すいません。ちょっと、車ね、私、車で帰らないといけないから。ちょっと、車のところまでちょっと後で合流してもらっていいですか。オッケーオッケー、任せて。はい。でも、病院の方、病院かも、合流する先。おー、ちょっと、ここ、よし。行くぞ。あ、痛い痛い、ちょっと待って、おい、ということで、殺人を犯すということですね。はい。あ、もちろんですよ。はい。手段なんて選んでらんないですからね。手段なんて選んでらんないと。はい。キャスターの命も市民の命も関係ないと。あ、そうだ。はい。これが坪浦刑事、特殊刑事課でございます。皆さん、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。坪浦刑事だって、これはな、ストグラ警察の総意だよ。総意ということで、坪浦刑事が、はい。ストグラ所長が言ってた。所長が言ってた。あ、わかりました。必ず、え、皆さんにメディアで私がお伝えします。所長ジャック・マイワーが、え、坪浦刑事を洗脳していると。そうだ。はい。じゃあ現場からは以上です。ありがとうございました、坪浦刑事。おお、気にすんな。はい。